美貌文章美貌は、デンマークの都市、ユラン半島中部にある、中央ユラン地域、美貌基礎自治体に属する。美貌には、ユラン半島の高等法廷、西部高等裁判所が置かれている。美貌は、デンマークの古い都市の一つで、バイキング移住が8世紀から行われた。中央部に位置することから、中世の間、町は、政治的にも信仰上も、戦略上の用地とされた。 かつて、モッドベイリー型の城が町にあった。ビボーは、聖なる地を意味するウィーと、丘を意味するベルクの組み合わせでできた名前である。ビボーは、聖堂で有名である。聖堂建設は1130年に始まり、完成に50年を要した。建物は、数度の火事で焼け、再建を繰り返した。最初の聖堂の原型部分は、納骨堂のみが残る。 教会部分の最も新しい部分は1876年からのものである。聖堂にはデンマークの画家弱き息子ガードらの聖書の一場面を描いた多くの絵画で有名である。聖堂となりは弱き息子ガード美術館である。宗教改革以前、美坊は5カ所の修道院の本拠地で12の教区教会があり、聖堂はもちろん数軒の礼拝堂があった。 現在は、聖堂とフランチェスコ会修道院とドミニコ会派修道院のわずかな痕跡が残るのみである。デンマークはハンドボールの人気が高く、美貌の女子ハンドボールクラブはデンマーク国内の競合である。ありがとうございます。